それでは聖書を開いてください。第二歴代史の20章こっちの後ろの方聞こえますかね。こっちの後ろの方は聞こえます。大丈夫、はいはい、こっちの後ろの方は聞こえますかね。大丈夫ですね、はい。第二歴代史の20章の15節からお読みいたします。彼は言った。あ、こっちに書いてありますね、はい。こっちのは見えやすいんですよね。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民及びヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこのおびただしい大軍のように恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。17節までいきますね。はい。17節。明日彼らのところに攻め上れ。見よ。あれ？なんか抜けた？ 16、17ですよね。はい。いいんでしょうね。はい。明日彼らのところに攻め比べれ、見よ。彼らは、ついつの、登り道から登ってくる。あなた方は、エルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダ及びエルサレムよ。恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主は、あなた方と、共にいる。お祈りします。天の様、あなたが私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから御言葉を通して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アメン。私たちのですね、年度の代わりは10月が一番最後で、11月が年度の始めとなります。ですから今、次年度のスタートに近づいてきてるわけですね。そして、その次年度のスタートの、働きとして、ヨルダン、イスラエルチームがあります。どうぞお祈りください。これはですね、一部の人が行きますが、教会全体の、主の塾が全体の、この、特別な意味を持った、派遣であります。また特に、新しい特別な働きがこう始まっている時なので、重要な意味合いがあるということもんですね。そうしましたらですね、最近四日市の牧師さんの車が追突されたり、あるいは、昨日もうちの牧師の方が歩けなくなって病院に行ったり、不審さんも、ぎっくり腰ね、ぎっくり腰やったり、あるいは精神的にね、ガーンと何人か追い込まれたり、いっぱい起こってるんですよね。で、そういう時は、神様の働きが大きい時ですよね。ですから、特別な神様の御心が、ここにあるなと、こういうふうに感じます。ただ、今回行く時に、一つですね、こちら側のこう祈りの課題となったのは、新年度の礼拝をですね、最近いつもロンビーチホテルでやってるんですね。で、ロンビーチホテルの、湖岸のお庭っていうのはですね、非常に礼拝するのに良いところで、そして、素晴らしいところなんですね。ところが今回はですね、ロンビーチは全部取られてたんですね。それで予約できない、こういう状況になっておりました。それでですね、何人か祈ってたと思いますし、我々も祈ったんですが、でそうしましたら、主はですね、ロンビーチホテルを開いてくださったんですね。それから、ガリアで5泊いたしますけど、そのうちの4泊は、ロンビーチホテルで、泊まれることになりましてですね、ですから、ロンビーチホテルで礼拝することと、少なくとも5回中4回の聖会をそこですることができるようになったわけですね。感謝したいというふうに思います。ただ一つ残念なことはね、
ロンビーチホテルが全く取れてなかったので、我々は違うホテルを予約せざるを得なかったんですね。ガイビーチホテルですね。ですから、ロンビーチホテルが取れたといっても、もうガイビーチホテルに予約してますからですね、キャンセルできない状況なのですよね。ですね。それで、フィリップさんの方でですね、もう、目いっぱい頑張ってもらって、半々で行くと。ね。こういうような、形になりました。それで、半々で行くときに、どういうような選択をしないといけないかって、こういう問題が出てくるんですね。それで、ロンビーチホテルの方でですね、集会をしたり、作業をしないといけないんですね。例えば映像部が行きます。まあ、映像部は、そのチームの様子を、撮るだけではなくて、もっと全体的な映像をいろいろ撮ってこようとしてます。ですね。まあ、場合によっては、夜中を超えると。ね。まあ、だから、佐藤君やってるんですね。落っこちるなと。ね、それから、要するに、ブログも上げなければいけませんね。それとともにですね、集会をやるためにセットアップとかいろいろやらないといけないのですね。そうしますとね、どうしてもね、作業をする人をそっち持ってこないといけないんですね。ですからごめんなさい。作業する人たちを中心的にそっち持ってくると。こういうことになります。それとともにですね、ちょっと体が弱かったり、よりお年寄りの方、ね、お年寄りの方なんて一人もいませんけど、よりお年寄りの方とか、ちょっと体調が悪かったりね、そういう方々をね、集めないといけないのですね。ですから、作業者と、ですね。それから、そういう方々を中心にこっち集めておりますのでね。ですから、そうでない方々もね、まあ、感謝していただきたいというふうに思います。ただ、場所が違うだけで、ね、午後とか午前祈るってことはでき、移動してできますし、ただですね、外ビーチがいいことは、まあ、ちょっとかい、湖岸が、ちょっと回っていくっていうだけの話ですけど、こっちは5つ星のホテルなんですね。で、ロンビーチは3つ星のホテルなので、ちょっと格が違うホテルね。まあ、弓野さんが皮肉な笑いを隠れておりますけどね。まあ、弓野さんは外ビーチのリーダーになってる、ね。それでですね。でも5つ星で、5つ星。5つ星でこっち3つで。ということは、5つ星は、部屋がいいと。それからご飯がいいと。ね。まあ、そういうことなのですね。ただね、部屋が良くてご飯がいいんですが、お金も高いんで、だいぶ。ちょっと格が違うホテルなんですね。だいぶ。お金が高いのですね。ただ今回の場合はですね、どうしても多くの人はロンビーチに行きたいだろうということなので、お金を並行にいたしました。埋め合わせてね。だから外ビーチの人はすごい得してるんです。わかりますね。すごい得してるんですね。ですから皆さんね、我々は全てを感謝の教会ですからですね。で、こういうふうな形で言ってください。ただ、全体の集会を、ロンビーチの湖岸でできるっていうことはね、あれは、特別な場所であるというふうに私も感じますしね。そこで、礼拝できるのは素晴らしいことですし、もちろん外ビーチにしても、ロンビーチにしても、ロンビーチで、半分はいますから、祈ることができますのでね。どうぞ、そのことをですね、覚えておいて、いただきたいというふうに思います。それとともにですね、映像と、インターネットの働きが非常に進んでおります。そうですね。ちょっと日本のキリスト教会のインターネットを見てみたんですね。教会ではなくて、全体の、グループのインターネットをね、いくつか見てみたんですね。なんかうちに似てるんですよね。それで、インターネット委員会の人は、こっちを真似したんじゃないかとかだからこう言ってるわけですよね。で、そういうことに断定いたしました。まあ、でも、お互いにね、影響を受けるってことはあるわけで、例えば、今回、パウロ・アキモト牧師の書籍って出たんですよね。まあ、それで、主の十架の書籍と詩、DVD で出ましたけど、あれはですね、ママシ教会のインターネットで、荒井牧師の書籍ってあるんですよね。
それから、ヤマトカルバリー教会のインターネットで、岡津嗣牧師の書籍ってなんですよね。岡牧師の本かな。それを見習ったんですね。で、それを見習ってですね、出てきました。そしてですね、インターネットの働きが、こう、インターネットを通して多くの方々に触れてきてるっていうことからとともに、確かにですね、単に影響を与える、そのようなですね、動きにもなってきてるっていうことをね、非常に感じます。それから、いろんなところで映像とか、そういうようなですね、注文を受けてきてですね、強力な働きになってきたと。例えば、地方教会に行ってもですね、いろんなところで、オンライン礼拝を見ている方が来られます。今までにないことですね。で、教会員も何人か増えてきましたね。で、この時にですね、こう、インターネットにおける特別な種の働きっていうことをね、の感じるんですね。ただ、この時にですね、また思うのですね、何が思うのかって言いますとね、まあ、朝3回言われて、夜1回言われる。インターネットの働き、オンラインの時にですね、できないって言われた方が何人もいらっしゃったのです。ね。それから皆さん、見心じゃないって言った人がいるのですね。で、皆さんね、これ、やってるのとやってないのと、主の十字架の働きが違ってきました。ですね。これから基本的な働きの一つでしょう。で、この時皆さんね、見心を、捉えて行うのと行わないのと違うんです、皆さん。ですね。で、これはね、注意よくなしておいてください。奇跡が起こります。見心を行うときに。例えば、私はインターネットの働きの中でね、確かに素晴らしい技術者がたくさんこう来ておりますよね。来ておりますよね。まあ、昼間寝てますけど。しかし、皆さんね。徹夜でのインターネット委員会の熱気。夜になると乱々としてるんですね。乱々とですね。具体的にね。でも、確かに、賜物ある方々だと思いますが、それを超えて動いてるっていうふうに感じますね。主の手がありますよね。主の力がありますね。ですから、いろんなことが開かれて動いていくということですね。で、特別な技がおります。私たちが御心を行うか行わないか、ものすごい大きな差となってきますよね。で、さらに、御心の力が表せてきますのでね、ちょっと期待しておいて、いただきたいというふうに思うんですね。そしてですね、このインターネットの働きをやってるときに、予言を通して言われるんですね。表面ページがまだ見心でないと。まあ、結構いい表面ページなんですね。アンテオク教会の、ね。2ページ目はこういっぱい、ね、バナーがついてるやつ。あれは2ページ目なんですね。表面ページって。これがね、まだ見心ではないと。ね、まあ、そういうふうに言われたって発想も何も出てこない。でこう祈るわけですよね。まあ、ともかく、こう、なんか怒られるように毎週言われてるわけで、こうやって。そしてですね、もちろんこっちも反抗しないで、神様って見心のホームページ、そして見心の表面ページってことでね。で、2ページ目はですね、実はですね、あ、これだっていうのがあった。だからこれから変わります、皆さんね。2ページね。あっていうデザインになります。まあ、あっとみんなががっかりしちゃうかもしれませんけどね。少なくとも やってる方としては自己満足してるんですね。そしたらですね、まあ、統一さんのね、紹介もあって、ポイントのやつが出てきたんですよ。これだってやつ。表面ページ。ね、これはすごい印象も、与えるし、これはいけるぞってね。これだってね。それをね、映像が今回撮ろうとしてる。だから映像は本体とは全く違う動きをしますね。具体的にね。岩山に登ったり、だからね、危ないのですよね。で、それをやろうとしてますね。そしてですね、それは少なくともやってる方としてはこれだっていう感じなんですね。で、みんなが見るとなんだと思うかもしれませんね。まあでもね、あ、これは祈りの結果だなと、こういうふうに感じています。それで、ちょっと出しますので、その映像をね、こういう系統の映像でいくぞ。ね、これが表面ページだぞっていうことをね、今、インターネットで見てる方もいらっしゃると思うので、ちょっと消して出して。消して、テレビ見てる。どっかテレビ見てる。今出しますから。はい。最後に字が出てきたところに教会名。
しかしですね、これはベソに近い映像なのでね、これから我々がやるのでね、ちょっと段差があるってことはね、覚えておいて、いただきたいというふうに思いますね。ただ、なんかこれ撮り方があるんだそうですね。5秒ごとに写真を撮ってるんですね。そして、それを重ねた撮り方をして、で、こういうような形になってるんですね。ですから、こういうような映像でいくと。これは、要するに、ピタッとくるのですね。もちろんこんな長くやりませんけどね。で、ですから、いずれ、安定OK協会の、映像のトップはこれになるってね、こういう形になると。こういうふうに思っておいてください。で、やっぱり思いますよね。何かって言いますと、もちろんね、今のはベストの画像であって、これから我々がやるのでね、そこに至る過程があるので、最初にいいものを見せちゃうとやりにくいっていうことはありますけど、しかし、やっぱり主は導いてくださるなと、ね。で、ポイントを示してくださるなということを感じますし、もうどんどんやっていきますのでね。どうぞ、そのことをね、覚えておいてください。またインターネットにおける働きはね、非常に大きく伸びてくると。こういうふうに思います。それとともにですね、年度がこう大きく変わろうとしているのですね。そしてですね、今年度においてね、いくつも大きなことが起こってきています。一つはインターネットの働きが非常に、この強力に、働くようになってきているということですね。で、これはもういろんなところで、技が起こってきているということですね。それとともにですね、日本の個人の働き、これが、始まったということです。具体的にですね。で、今週、沖縄でですね、理事会の、承認を、のために話し合いがなされます。どうぞお祈りください。そうしますと、規定が変わるんですよね。規定が変わりますとね、もちろん OK してくださった場合ですけど、こう一気に日本の個人建設に向かっての動きに入れると。ね、こういうふうな形になります。それとともにですね、フォーエバー21との関係ですね。思わぬ協力関係になってきましたね。ぐーっとこうそれが動いてきたってこともありますし、また同時に、海外選挙で、第二章の働きが始まったと。これはね、突然第二章が全部現れているわけではないので、これ非常に地味に現れてますけど、この後に始まる神様の働きも非常に大きいのですね。ですから、こう、未だにないことがね、こう始まってきてる。ということですね。どうぞ覚えておいて、いただきたいと。こういうふうに、思います。また、やっぱり引っかかるわけですよね。14年、14年、14年っていうのはね。で、私は神様の計画、神様の働きに沿って私の人生は作られてますから、また主の十字架は世界の奥に沿ってその歩みを導かれてますからですね。ですから、ちょっと興味深く、思うのですね。そうしますと、御声に従うの第2が出て、その14年前に1が出て、その14年前に、主の十字架のスタートの事柄を新井牧師のところに行って、その14年前に私は教会行ったのですね。で、その中で、まさにこう新しいことが始まるなということをね、非常に強くこう思うのですね。そしてですね、今年度、示された御言葉が、この15節ですね。あなた方は、このおびただしい大軍の家に恐れてはならない。気落ちしてはならない。で、特にこの言葉ですね。この戦いは、あなた方の戦いではなく、神の戦いである。で、この言葉の意味は、神のと戦いが始まるぞっていう意味ですよね。これから神の戦いが動くぞっていう意味ですね。神の戦いが進むぞっていう、こういう意味なんですね。で、そうなりますとですね、非常に感じるのですよね。何を感じるかっていうと、もちろんインターネットの働きがね、さらに本格的になってきて、これはかなり食い込んでいくぞっていう、こう動きになってますね。これはまあ一つ、そのことを見るのです。で、おそらく、
今まで日本のキリスト教会で見なかったようなレベルでインターネットの畑が動き始めています。もちろん時代がそうなので、我々に限らず、いろんな教会もそういうような動きに入ってるでしょうけども、まさにその事柄が始まってるんですね。そして世に対して向かうという技が始まっておりますね。ということは皆さんね、神の戦いが始まったのです。具体的にね、神の戦いが始まったのです。それとともにですね、日本の個人。またこれが作るのが難しいと。ね。まあ、ちょうどいい時に座ってますよね。この間ここで喋ろうと思ったら向こうに座ってたから。調子、来るんですよね。まあ、ちょっと前は、藤井くんでリズムを取ってたんですけど、藤井くんがどこいるかわかんない。あそこの陰に隠れてるから。で、そういうような形ですね。で、やっぱりいい証ですよね。みんなできないって言ってくださったってことはね。それは専門家の方々がこれを作るのは不可能だって言ってくださったってことはですね、神の技が始まる上でもこれ以上のことはないんですね。だからみんながね、あ、こんなの軽いですよ、できますよ、これは軽いですよ、できますよ、軽いですよ、できますよって言ったら、まず話の種にならない。ね。それに第二に、できた時に、実はこんなすごいことが起こったんだぞっていう表現ができない。ね。だからそういう意味で、そういう表現を与えてくださったっていうのは大きいことですよね。で、もう不可能な問題であるでしょう。ゴーって言ったんですよ、じゃあ。ゴーって言ったのですね。で、皆さんね、これ神の戦いなんです。神の戦いが始まってるのですね。で、そうしますとね、あれ本当に始まってるぞ。本当に動き始めてるぞ。で、今回ですね、マレーシアに来ましたし、その前にザンビアに来ましたね。まあ、一つはもう、宣教の方が違うのですね。何が違うのかというと、逐一情報が来るわけですよ。ね。もう食べたものまで全て、こう、まあ、食べたものまで全てっていうのは、食べるものを狙って映してるようなところがありますけどですね。そして、今何やってるかとかね、蚊にやってるかとか、こう分かるわけじゃない。すぐ祈ってくださるわけでしょ。人によってはね。人によっては祈ってください。人によっては見てるとかね。ちょうどいいとこ言いますからね。で、そうしますとね、宣教の方が違ってくるんです。開いてきちゃってるんですね。まあ、一つは大きく違ってきてる。ということとともに、実はもう重要な変化があるんですね。これが第二章のスタートなんです。第二章のスタートなんですね。ですが、この第二章のスタートでですね、再臨に至る大きな働きがやってくるということをですね、私は、信じております。また実際それが起こってくるでしょう。で、皆さんも進んでいくでしょう。第一章ではね、殉教すれすれってのがありましたけど、今度は殉教者も出てくるでしょう。本格的な技が始まったということです。ですね。そしてですね、その第二章は、予言で言われてたのですね。何と言われてたのかというと、秋から新しい宣教が始まります。第二章の働きが始まります。本当に開かれたんですね。本当に。そしてこれは、さらに大きなものとなってきますね。動きが起こります。そうしますとね、俺感じるんですね。あれって、神の戦いが始まったな。神の戦いが、こう始まった。ね。それでまた小さなレベルですけど、まあインターネットで販売しろって言ってるんですね。本とか、それから、CD とかね。よくよく考えてみますと、本とか CD って隠してるようなもんだから、見つけ出す人が少ないですよね。一体何の本を我々が発行したのかとかね。何の CD を発行したのかとかね。マニアじゃないとわからないようなところありますよね。でも今度はもう明確にホームページの、そしてね、主の十字架としては一番アクセス数の多い、安定教会の、これに乗りましたよね。ですから、その宣伝力はちょっと違ってきてるんですね。それでまた同時にですね、インターネット展開をするというね。もちろん
安定保険やってるわけではなくて、一つの医師がそこで使ってやってるわけですね。具体的にですね。で、そうしますとですね、販売やなんかに関してもね、大きく動きが違ってくると。しかも、本を次々と出せるですから、次々と出せるですからね。で、そうしますとね、あれ、言った通りに戦いが始まってるぞ。だ戦いの始まったからまだ、勝ってるとか負けてるとかね、そういうことから出てきませんが、そのぶつかり始めたぞっていうことをね、はっきり見るのですよ。で、皆さんね、違う動きの中に入ってきたのです、ね、違う働きの中に入ってきたのです。でいくつもの不可能に向かっての動きが今始まったんです。ですからまさに神の戦いがこう始まったのですね。そしてここでありがたいのはですね、神の戦いなので、我々の戦いやったですね、これはねダメですよね。これはとんでもないと。知恵の限りがありますね、努力の限りがありますし、まあ、大体こう遊び人が集まっているような感じがしますからですね。その時に戦った時にこう相手にね、これ五分でやったらもう勝つことはできないとね、それはありますね。それ皆さんね、神の戦いならば神が勝利を受けるんですね。ですね。例えば、ですね、神が様が示してくださるから、表面ページがあんな風な感じになったらね、ちょっと衝撃でしょね。まあ、見ちゃったから衝撃じゃないかもしれませんし、本物が出てきたらみんな寝てるかもしれませんけど、もう慣れちゃってね。でも、神様はいろんなアイデアを与えてくださって、動いてくださって、働きをなしてくださるのですね。そして、神の働きのですね、素晴らしい ところはもらったって、ね、勝ったってことです。勝ちだってことですね。あと皆さんね、もう勝ったの。主の十字架でね、勃開した時に、この後ちょっと感じたことがあったんですね。完全開拓でしょ、ね、完全開拓なんですね。で、完全開拓で人は誘わなかったんですね。でも皆さんね、一人だけ誘ったのは、その、行きどころのなかったね、母校兄弟。金曜日ステーキお願いしますよ。それだけね。で、始まった時にですね、私は思ったんですね。最初のメッセージの時に、臨在があったら勝ち。主の手があったら勝ち。なかったら負け。ね。で、皆さん分かりました。勝ち。主の手があったからです。主の手が。だから私は最初からは思ってました。主は技をなすって。具体的にですね。で、皆さんね、神の戦いは、勝ちの戦いなんです。勝ちの戦いなんです。ですね。ですから、皆さん、素晴らしい技が起こってきます。で、神の戦いですからね、ちょっと教会が成長してね、500とか1000とか、今、1000とか2000が最高でしょ。1200ぐらいかな。大川次主牧所のところ。ですね。すごいですよね。今でも100人集まれば大教会じゃないですかね。それは1200まで行くんだからすごいですよね。しかしね、主のリバイバルは、岡牧師のところもバーンと増えると思いますけど、そのレベルじゃないのですね。で、私もね、はっきりとそのレベルを考えてません。考えてません。大きなレベルの技が起こりますね。数千も考えてません。ね。数万、数十万です。具体的にですね。まあそうなりますとね、皆さんも大変ですよね。まあ皆さん器の方でしょうね。で、我々が例えば講談座っててもよくわかんない。誰だろうか。望遠鏡かなんかでこう見たりなんかしてですね。そして、こっち側もですね、誰が寝てるかよくわからない。そういうような時代になりますよね。で、皆さん働き運ぶ。そして働きの時にですね、一つ大きなポイントがあるんですね。16節。明日彼らのところに攻め
下れってこう書いてあるんですね。でこれはですね、何を意味してるかっていうとですね、神の命令です。で皆さんね、神の戦いの特徴は神の命令を行うことなんです。神の命令を行うときに神の計画と技が一気に現れるんです。そうしますとね、私の働きではない、神の働きが起こるんです。海戦の第一章でね、我々の、海戦チームはね、行きました。大和カルバイの大川嗣美牧師が言ってくださってます。首脳重化の海戦は驚異的であると。ありがとうございます。ね、日本で一番大きな教会の牧師が言ってくださるっていうのはね、権威がありますよね。確かにそうなんですね。で、我々は、カイロス山の5500メートルのところまで例の戦いに行き、人の行かないところですよね。あそこまでですね、チベットに入りね、そしてチベットの奥地に、そして孫悟空が孫悟空が猪八戒じゃなくて、孫悟空が誰だっけ、お坊さん、三蔵法師と一緒に行こうとした山なのです、皆さん。ですね。そこに行きね、それからアマゾンに行き、そしてですね、チベットに行きね、そしてですね、世界に行ったのですね。すごいですね、やっぱりね。ちょっと思いを超えてますよね、神の技。例えば私飛行機乗るって言われましたけど、昨日小野島牧師の70回80回って言ってましたけど、いや私ね1000回前後なんです。変なところで訂正になりましたね。まあ、集会見出しは悪いと思って黙って声聞いてたの。で皆さんね、旋回って言った時にちょっとレベルが違うじゃないですか。でその時一つ分かるのですよね、あ、神が働いてるって。いや、こんなことがなろうとも私は思いませんでしたし、こういう技になるっていうものを考えもしなかったですよね。で皆さんね、主が働くっていうのはそういうことなんです。主が働くっていうこういうことなんです。で皆さんね、一番怖いのは能力のある人ではないのです。引かない人でもないのです。努力する人でもないのですね。能力があって引かなくて努力することはいいことですからね。皆さん、主の御心を行うということです。主の御心を行うということです。で今日本の個人の畑が開かれてきますね。これたくさん問題があるわけですね。でもね、フォーエバー21が協力してくださるとか、まだいろんな方々が協力してくださるとか、集まってきましたね。それで問題がある、でしょ。これ打ち破ってきますよ。次々と。なぜ？神の戦いだからです。で、皆さんね、神の戦いが始まったんです。始まったんです。そして皆さん、御心を行うときに、力が現れるのです。こういう時ね、賛美チームは気をつけて、ちょっと上手くなっちゃった。ちょっとね。私よりちょっと。ね。エサムさんなんて上手いですよね、手抜かない時はね。ね。もう、長友君とよく言いましたね。今日は手抜いてたとかね。あれ本気出してないとかね。そうしますとね、人に認められちゃうんですよね。で認められると危ないんです。ね。認められないでね、もうすごいめちゃくちゃ言われるとね、もう人のこと気にしないんです。もう、それ言いたけは言えと。私は私で、もう御心を行くっていけるんですが、認められちゃっていろんな人の関わりが来ますとね、こうね、そこで縛られてね、こっちで引っ張られ、こっちで引っ張られ、あっちで引っ張られ、こっちで引っ張られ、こっちでやられるようになるんですね。で、一番の危険はね、賛美チームの一番の危険はね、御心をやらなくなること。ね。その時にね、人に引っ張られます。これです。これです。で、私が御心を行うことに失敗したのは、すべてそれです。すべてそれって、多くはそれです。人に引っ張られちゃうのですよ。人に。で、配慮しちゃうんです。で、この人との関係が悪くなっちゃダメだと思うのですね。こっち見ると斎藤さんがいるんですよね。
どうもありがとうございました。斉藤さんだけじゃなくていろいろあるんですけどね。欲に、欲に引っ張られたとかね。シリアに行った時にですね、欲に引っ張られたんですね。予言で言ったんですね。何かって言ったね、果物を食べちゃいけないと。なんかね、これ食べちゃいけないとか、これ飲んじゃいけないって言われるんですけど、全部私の好きなもの。ね、コーヒー飲んじゃいけないとかね、そんなの言ってくれればなんともない。ね、私の好きなものを狙われてるかのように言うんですよね。食べちゃいけないと。ね。それでですね、もう我々はもう食べたら、お腹壊すってはっきり言われてたんですね。でもね、行ったらね、果物美味しそうなんですよね。それでもう考えたんだよ。食べちゃいけないっていうのはね、果物についてる水滴をね、洗うじゃないですか。あれが危ない。あれを食べたらお腹がやられるって意味なんですよ。それでですね、拭いて全部。私が言われたのは、拭いて食べていいとは言われてない。で、これは欲に惹かれたのですよね。そしてね、最後のね、シリア の, ホテルに行った時にですね、一流ホテルだった。そしてね、我々が食べる時にね、バイオリン弾く人が来てね、こうやって、私たちのところで、ここでバイオリンを一曲、ね、つまりそんな目に遭ったことないじゃないですか。ね。で、シリアだから安いわけですよね。そこで果物が出てきたんです。そこで油断したものですね。こんだけのホテルだから、これは大丈夫だろうって食べたら、大変なことになったんですね。もう飛行機に乗って一人平均トイレ30回。まさにですね、木原牧師もいらっしゃいましたよね。山田牧師もいましたよね。こう、ガーってね。その時にね、これは欲に惹かれたんですね。欲に惹かれた話じゃなくて、人に惹かれる話ですよね。皆さんね、主の御心をやる場合はね、人によく思われようと思ったら終わり。これはね、絶対できません。ね、私、ブラジル行くときね、アイスティー飲んじゃいけないって言われたんです。ね、で、チームの中でアイスティー好きなの私ぐらいだったんです。ね、その当時アイスティーなかったから、大丈夫かと思って、まず、ロスに行って集会やったんですね。そして某姉妹の、お宅で集会やったんです。20人ぐらいの人が来て集会があったんですね。そしたらご飯食べさせてください。で、行ったら、某姉妹言うんですね。私がね、アイスティー好きなの知ってて、朝からアイスティーを作ってましたと。朝から炊いて、そして冷やして、アイスティー作ってましたって、秋元牧師のために。ね。そしてですね、一つだけアイスティーをですね、持ってですね、私の座ってるところに来てですね、置いたんです。ね。普通、チーム全員にくれるじゃないですか。そうするとね、マジキラ君飲んどいてとか、なんかこう言えるんですね。ところが、私のところだけ一個置いて、それでここにお座りになったんです。そして、どうぞって言ってですね、飲むのを見てるんですよ。で、私ね、こんだけの窮地に陥ったことない。だって、主はダメだって言ってる。ね。でも、どうぞって言ってるでしょ。で、これで断ったらですね、皆さん。ね、まあ、斉藤さんだからいいけど。皆さん、これで断ったら、ね、人格を疑われるでしょ。ね、だって関係がどうなるかわからないし、こんな失礼なことないのですよ。ですね、でもね、主は言われ、ダメだって言ってるんですね。で、私は、ダメだって飲んじゃった。それでね、やられましたよね。もう完全に試しですね。そしてね、私痛い目に何度もあったんです。ね。惹かれて。で、皆さんね、それやっちゃダメなんです。もうともかくいい話でも、御心かどうかっていうのは、霊が下ってくるので、賛美の働きね。今程度のものじゃないです。リバイブの働きとともにありますからね。ちょっとレベルの違った働きが来ましたね。そのためにはね、御心を行ってないといけない。で、この時に、神の戦いの勝利は、御心を行ったかどうかなんです。で、皆さんがこれからね、畑で大きく用いられていくと思います。しかしね、これ御心を行ったかどうかなんです。
皆さんの能力とか技術を上げるっていうのはある程度役に立ちますが、しかしこれは根本じゃないんです。御心を行ったかどうかなんです。御心を行ったかどうかですね。そして皆さんね、いろいろ試されます。追い込まれます。で、本当に主を選ぶかどうかっていうことを試されるんです。だから賛美チームは危ないです。なぜなら認め始められちゃったから、みんな認め始められちゃったのね。そして主の御心に従わなくたってうまくいっちゃうからです、ね、でも皆さんね、これね、従わないと普通の賛美チームで終わっちゃう。うまい、いい賛美でしたってね、触れられましたってぐらいで終わっちゃうわけですよね。でそんなことを主はやろうとしてるわけじゃなくて、賛美隊だからちょっとレベルの違う働きをしようとしてるのですね。まあ夢みたいなことを言ってると思うかもしれませんが、実際そうなります。具体的にですね。で、この時、御心なのです。で、皆さんの働きにおいてもね、私の働きでもそうです。御心を行う時に、主の力が現れてくるのですね。で、これを御心を行うかどうかっていうことですね。そして、ここでですね、神の戦いの時に、圧倒的に、御心を行った。主の言われることを行って、そこで勝利を得た。で、今ですね、私たちはですね、神様の戦いに入っているんですね。神様の戦い、自分でやっちゃダメ。これが気をつけてください。自分でやっちゃダメ。主が言われることに従っているんですね。で、その時皆さんね、圧倒的な勝利、大きな勝利が現れているというのを覚えてください。ですから、来年度の御言葉はね、何だか分かりませんけど、大体見当がつくのは、ね、神の戦いだ、始めたっていうことですから、それに関する御言葉かな。ね、落とし穴に気をつけろとか、そういうことも全く教えてくれない。それは分かんないけど、なんかその辺の御言葉かな。でもね、神の御心とかね、神がこうやるだろうって予想するね、いつも裏書かれるんですよね。ね、だからね、あんまり予想しないようにして、ね、あれですけども、特別な主の技がね、その上で伸び始めるので、ね、覚えてください。お願いします。手の妻、どうぞお人よしのうちを豊かに働き、さらにご要望になさをお許しください。この信仰の歩みのために祈り、また信仰の告白のために祈り、対応するように主は語っておられることになさいます。手の妻、どうぞ豊かに導き、さらにご要望になさをお許しください。語られた御言葉、ここにポイントがこうあります。その語られた御言葉がすごく薄くなっちゃって、この示しによる動きができない方がいらっしゃいます。これはもうちゃんとそういう言葉をしっかりと握って、そこに立って動きをするようにしようかという方がいらっしゃいます。というのは、そのどういう方に注意してくださいとなります。なんかこうちょっと困難があって、しかし信仰の対応はもう面倒くさくなっちゃってる方がいらっしゃいますが、丁寧にやるように、忍耐を持ってやるように、その中で忍耐が立て上げられます。主は勝利を与えます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で次の悔い改めの時も伝えていきます。それでは各々で癒しのための祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。どうぞ一人一人の体と精神で癒しを行い、会を行ってください。イエス・キリストの名によって甘いのでしょ。イエス・キリストの名によって恐ろしの可能性を悩むのでしょ。イエス・キリストの名によって恐ろしの可能性を癒されよ、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 癒されよ。イエス・キリストの名によって恐ろしの可能性を癒されます。喉の周り方はいらっしゃいます。これが癒されます。感謝していただきます。ただその喉を豊かに導き、なんか吐き気がある方はいらっしゃいます。これが癒されます。皆様、どうぞ豊かに導き、サインご要望に皆様をお願いします。腰がちょっとありがたいです。お願いします。エスキストの名によって、お人々の可能性を信頼しようと感じます。エス様の名前によって、お願いします。アメン。また参加してください。